河合優子は日本のピアニスト。愛知県岡崎市出身。ナショナルエディションによるショパンの2曲のピアノ競争曲、1代ピアノバージョン世界初演者。2001年より世界で初めてナショナルエディションに基づくショパン全曲演奏会を行っている。愛知県名古屋市に生まれ、岡崎市で育つ。5歳から母のもでピアノを始め、 小学校2年生の時に初めてピアノの先生のところへ通うようになる。岡崎市立流海中学校、名古屋市立菊里高等学校音楽科を経て、愛知県立芸術大学音楽学部卒業、同大大学院音楽研究科修了。大学院在学中の1990年に来日したポーランドのピアニスト、ヤン・エキエルに演奏を認められ、 翌1991年春に、ポーランド国立ワルシャワ・ショパン・アカデミーに留学、1994年研究科修了。河合は、ヤン・エキエルの最晩年の弟子として、君等を受けた。エキエルの推薦、招待により、河合がワルシャワ・ショパン・アカデミーに留学したとき、エキエルは77歳で現役のプロフェッサー。弟子は常に一人か二人で、 高齢とは思えない情熱とエネルギーで徹底して、生徒のレッスンにすべてを注いでいた。河合は留学中、月曜日の15時から2時間のレッスンであったが、レッスン時間はしばしば延長され、レッスン後は、エキエル教授と共に、アカデミーから新世界通りのバス停まで歩き、バスに乗り込む教授を見送るのが常であった。レッスンの緊張から解放され、音楽院からバス停まで、 毎週の散歩でショパンや音楽について忌憚なく話すことのできた経験はレッスンとは別に途方もなく貴重であったと河合は述べている。1995年7月マリー・エンバートショパン国際ピアノコンクール第3位入賞。同1995年10月第13回ショパン国際ピアノコンクールでは入賞を逃したにもかかわらず、 聴衆やメディアの反応は大きく、著名な批評家、やるしエケルとの発表した評論、スターは消えてゆく、戦闘後の風景、及び、ポーランド国営ラジオ第一放送が、コンクール直後に放送した彼女に関する特別、ルポルタージュ番組が大きな反響を呼び、翌1996年2月、3月の14回に、わたる、 ポーランド全国リサイタルツアーをきっかけに演奏活動に入る。1999年ポーランド永住権取得。2001年からは世界で初めてナショナルエディションに基づくショパン全曲演奏会、全曲録音及びマスタークラスの大プロジェクト、河合裕子チョピニッシモシリーズを愛知県で開始。東京、浜離宮朝日ホールでの第1回リサイタルは評論家。 岡本み氏により、コンサートベスト102005の一つに選ばれた。レコード芸術では、脳に通じる品格のある静けさや簡素な、美しさと、スラブ的なダイナミズムとリリシズムの融合。凍徹したリリシズムはリパッティに匹敵などの表を得る。ありがとうございます。